平野紫耀、中国の呼び名、持ちよう、の意味とは ?SNS パワーは木村拓也の、10分の1、も、大陸進出の現実度。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。6月8日発売の、女性セブン、小学館、が、KNG&PINS。 キンプリを脱退した平野市二26の中国進出の可能性についてを伝え、波紋を広げている。記事では、平野が中国で奇跡の小さなビスケットちゃんというニックネームで愛されていることや、中国に詳しいジャーナリストの話として、中国でも平野の今後に注目が集まっているという実態が紹介されている。スポーツ上記者が言う。 女性セブンは他にも芸能関係者の明かす内情で平野さんがジャニーズ事務所を退所する前から知人に中国進出計画を相談していたという話が掲載されました。現地の芸能事情やセルフプロデュースの方法をリサーチしていたとのことで、そういった話を総合して中国でデビューの可能性が出てきたと報じています。 中国最大の SNS、美広市、ウィーボー、上で、平野の仕様、というハッシュタグが付けられた投稿の閲覧回数は約1.5億回。ワニーボーに一アカウントを持つジャニーズは木村拓也、嵐、スノーマンガイルが、木村拓也、で、約15億7000万回。嵐の中でも閲覧数トップの、二宮和也、は、約10億回だ。 ポニーボーへで同記事を取り上げている人もいますが、平野の仕様をつけて投稿された件数は3000件にも満たない数字です。ポニーボーは1日の平均ユーザー数が2億人を超え、数万以上のコメントがつくことも当たり前という事実を踏まえると、広く注目されているとは言い難いですね。もちろん、 中国で新しい活動を始めたわけでもないので、閲覧が多いはずもないのですが、全道四角中国のアイドルを多用語、持ち、の意味、ならば、数はさておき、平野の中国進出という話題に対して、実際はいいボーダーもどんな反応があったのか。まずデビューの可能性についてはそんなわけないと笑い飛ばすものが目立ちました。また、奇跡のビスケットちゃん。 奇跡症持ちという愛称と女性セブンの記事にあったビスケットのように甘い顔立ちの平野さんをいつまでも味わいたいという由来についてもツッコミが出ています。クソ笑った誰も呼んでないよなどピンとこないという声の他持ちの意味が完全に間違っていますという指摘もあるんです前でのスポーツ紙デスク。実は中国のアイドルファン用語に持ち、持ちというものがある。 エンタメシライターが解説する。オタクの間で餅は自分が素アイドルがもらう仕事のことを指します。そしてガベといえば、ファンが、そのアイドルに仕事をゲットしてほしいと夢見ること。要は売れてくれということ。日本で言うえに描いた餅という慣用句のもとになった言葉です。ガベだけなら理想論、非現実的といった意味合いにもなってしまうが、ある中国の平野ファンは、 ツイッターで、く君はデビュー当時に行った目標がほとんど達成したから、私たち中国ファンはく君のことをもちもちと呼ぶようになりました、と説明する。もちもちの、他もちようという呼び名もあります。やはり、口にしてきた夢を叶えてきたという理由から、中国のネット上でいつしか言われ始めた称号のようで、ワニ棒上にも書き込まれています。あと平野さんは、 中国では PG トップも略されますよ。日本で言う、平野仕様の棚読み、ピングユオンジーセイヤーを押した頭文字をつなげたものです。そういった相性、さらには中国のネットスラングイズ、ス、永遠雫神、イコールヨーギューオンデシェン、日本語で言う神って、ルカミレベルといった意味、と合わせ、好きなことを続けてね、神としか言えない。 PG が国内エンターテインメントに参入したら、世界に革命を起こす、など、熱烈な応援の声があるのは確かだという。今回、現地で大きな話題にならなかったのは、詳細情報が乏しかったからだと考えられます。平野さんが具体的な動きを見せれば、相応の反響があるでしょう。全能。ジャニーズ事務所を5月22日に退場してから20日余り。 4月19日に発売された金プリのベストアルバムミスター5はミリオン越えの大ヒットを記録し稲が多でも今後の動向に注目が集まる平野彼が本当に持ちようならばファンに夢や希望を中国の力も振りまいてくれるはずだ。近く一番大好きだよ。応援します。 ファンに愛される持ちようひらの仕様の顔写真中国ではファンから持ちようとも呼ばれている。